マスリが許せないシリーズ言っていい？ねえ、ご飯の許せないシリーズっていうか、食べ物とかの許せないシリーズ言っていいか。これマジでうぜえって思うのがさ、一個だけあってさ、ねえ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 、一個あるんだけどさ、ま、カルピスとカルピスの原液の味が違うのは、両方うめえからいいんだけどさ、あ、もう本当にマスリ、生姜がね、苦手なの。生姜が苦手なんだけどさ、あの、ジンジャーエールってあるじゃん。でもジンジャーエールってさ、生姜の味しないでしょ？生姜の味しないじゃん。美味しいよね、あれ。ジンジャーエールって。え、全然生姜感じねえ。何これ、うめえジュースにゃーって思うんだけど、たまになんか、うちは材料にこだわってますから、みたいなカフェとかに入ってさ、あ、でもジンジャーエール美味しいからジンジャーエール頼もうって思ったらさ、そういうさ、生の生姜を使ってますよとか書いてなくてさ、ほんとにただの生姜ジュースが出てきたとき、あ、もう、飲めなーいってなるよね。あれマジで腹立つ。いや、確かにジンジャーエール頼みましたけど、こんな生姜強いと思わないじゃないですかってなる。本当にね、うざい、あれ。あれガチで腹立つ。そうなんだよ。なんかね、あるあるなんだよね。あるあるないよ、そういうの。あと逆に、あのさ、生姜焼きってあるじゃん。あれも生姜の味しなくない？生姜焼きってうまくない？生姜焼きうまいけど、たまーに、うちは素材にこだわってますから、みたいな店ってさ、ガチで生姜の味するじゃん。生姜の味しない！それは生姜食べたことないねね、違うんだよ。生姜焼き生姜の味しないだろう。ねえ、全然しないよ。むしろ生姜食べれないもんだって。そうなのに生姜焼きに生姜の味すんだよ。うざすぎる。本当に、違うよ。生姜焼きのタレとか使うときはさ、生姜の味しないもん。別に生姜食べれないもん。でも生姜焼きは生姜の味しないから食べれるもん。でもたまに生姜焼きの生姜の味がしてうざい。それはしょうがないっつって。それは理不尽。